やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることでようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？末光の剣、ラインスレイブ。一人で来たのか？貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか？十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。なら俺一人で君に立ち向かった方がマシだ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。どう？